はい、本日ですね、視聴者さんのおすすめのゴアテックスのアイテムはどれだというところでね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、先日ですね、 YouTube のアンケートの方で最強のゴアテックスのアイテムって何なんですか、ジャケット、パンツ、帽子、靴、その他ってあるんですけど何ですかって言ってポチンと押すとですね、やっぱりジャケットが多かったんですよ。で、それ以外には意外と靴とかも多かって、あ、パンツ少ないんやなとかっていうのがね、僕個人的にはパンツも結構もうちょい上に上がってくるかなと思ったんですけど上がってこなかった。じゃあ具体的な詳細のアイテム、何がどんなアイテムがいいんかっていうのをインスタグラムの方でアンケート募集しました。で、今回はね、その中でも特に票数の多かったものとか、まあ人気のあったものっていうのをね、ご紹介していって、これからのまあゴアテックス買うときに何がいいんか、よく僕こういう動画出してるんやけども、ちょっと順位変わってます。ああ、やっぱり新作も出てきたからちょっとずつこう変わってきたなっていうことなんですけど、そのあたりをね見ていただこうと思います。まずはですね、ノースフェイスからいきたいんですけど、ノースフェイスでやっぱり多かったなっていうところが、今までやったらこのクライムライトジャケットっていうのが多かったんです。で、先に決断から言うと、これ入ってません。全然票なかって、今ね新しいモデルで続いてるんですよ。販売はされてるんだけど、クライムライトジャケットってこれ販売されてて、ちょっと値段も上がったりとか、仕様ちょっと変わったりした原因があったんか、まあそれが原因かちょっとわからないけども、全く人気がなくなっておりました。これはねちょっと意外なところやったんですけど、クライムライト全然人気ないやんっていう感じであって、じゃあ何が人気あったんかというと、僕の視聴者さんやったらわかりますよね。こちらノースフェイスの一番トップオブトップのジャケット着用してみましょう。ノースフェイスで、ゴアテックス採用してて、ベンチレーションがあって、前の身頃がこうフラップがですねテープになってる、それなんて、ラオジャケットやないかって、それラオジャケットなんやと、完璧な最強のスペックがあるっていうことは、北斗の拳のラオウのごとく強いからラオジャケットやんかっていうのがね、皆さん言っていただいたと思うんですけども、こちらのラオジャケットがやっぱり一番人気ありました。ゴアテックスの最強アイテムって何っていうと、やっぱり最強の名にふさわしいごとくね、このラオジャケットは、入っておりました。で、まあこれに関してはね、もうこの今並んでる生地いっぱい並んでるじゃないですか、ジャケットね。で、ゴアテックス他にもいっぱいあるんやけども、その中で最も分厚いんですよ。一番生地分厚い、だからもうどんなことがあっても頑丈にねガシガシ切れるということで、150デニールあるんですけど、そんな動きにくさもないんでね、一回僕これ引っ掛けたかなんか、やけどかなんかでこんなことなってるんですけど、それでもね破れたりはしてないんですよ。なんかこう引っ掛けたんでしょうね多分ね、まあ、それでもねやっぱ人気の高かったところはあるなと思います。で、その次にやっぱ人気は多かったんが、やっぱりこれは分かりやすいかなと思うんですけども、まあ、マウンテンライトジャケットね、まあ、この辺に関してはまあいつも通りの感じだから、はいはいはい、なるほどねと、マウンテンライトはまあまあ人気あるよねってことで、この辺がノースフェイスからのジャケットで人気ありました。で、次やっぱアークテリクスやったら何が人気あるかって、今年出たばっかりの新作が入ってきてたんですよ。2022年の春夏に出たばっかりのジャケットっていうことで、一番オーソドックスな、一番ベタなジャケットみたいなのが出てるんですよ。それなんていうジャケットですかって、ベータジャケットって、ベタなジャケット、ベータジャケットがあるんですけどもね、これ今のおっさんしか笑ってないですよ。ベータジャケットがあるんですけど、このベータジャケットが入ってました。で、これに関してはね、ちょっと物議もあるんですよ。っていうのも、このジャケット結構今年出ていい感じで、止水ジップが変更されてて、開け閉めしやすいんですって言ったんですけども、なんか視聴者さん曰く、どうやらこの止水ジップって水通ってくるんですっていうお声があったんですよね。でね、一回タクトさん検証してくださいって言っていただいてるので、いつか検証はしようと思ってるんですけども、わしゴアテックスの社員さんちゃいますよ。やけどゴアテックスのタグつけようと思ったらね、完全防水が必須条件なんで、防水じゃないっていうことってありえないと思うんですけど、水が通ってくるらしいです。で、まあこのベータジャケット、まずアウトドア系のハイスペックなブランド行きたいってなったら、まずは最初ノースフェイス行く方が多くて、で、その次ノースフェイス結構いっぱい持ってきたから、なんか他ないんですかタクトさん。次もう一個なんかやりたいんですって言ったら、大体みんなアークテリクス行くんですよ。で、アークテリクス行くやったら、このベータジャケット、もうほんま一番オーソドックスで、もうベタなジャケットなんですかって言われたら、はい、ということでね、こちらのジャケットになってますので、このベータジャケットに入ってくるのは今アンケート取ったから、入ってきたんだなということでね。で、アークテリクスもね、他もいろいろあるんですよ。アルファ SV とかいろいろ冬は冬でいいのがあったりするんで、まあ、今回はゴアテックスなんで、まあ、この辺りが多かったかなということで、で、次がね、ジャケットじゃなくて靴系いきたいなと思います。まあ、ジャケットは俺持ってんねんけど、次じゃあ靴何しようかなっていう方もね、いらっしゃるんかなと思うんですけど、意外や意外、僕が結構してるホカホネオネは全くランキングに入ってきませんでした。あんまり人気なかったんかな、わからんけども、全然お声が少なくてですね、多少はあったんやけど、そんな多くなくて、一番やっぱ多かったのは、このエアホースのね、ゴアテックスが、やっぱ一番人気は高かったですね。まあ、これはね、ほんまに定番中の定番なんでね、一足持っといたらええんかなと思います。僕、買った時2万4000円の中で買いましたって言ったら、タウザンさん分、それプレネですよって言われてね、定価が何もか知らんねんけども、僕はこちら購入しました。で、他に人気あったのが、ちょっと僕持ってないんでこっち出してますけども、ニューバランスの2002っていうやつかな。なんかこれもシリーズ何個かあるみたいなんで、それもね、何件かお声あったんで、例えばジーパンとかデニムと合わせるのとかめちゃくちゃ相性良さそうですか。こんなんがあったりとか、あとは定番モデルのスタンスミスとかコンバースとかお声あって、僕ちょっと
とそれのゴアテックスあるんか見たことないんでね、知らなかったんですけども、そんなんゴアテックス服付けはいいですよと。で他で言ったらね、意外と入ってこへんかったのがレッドウィング系とかも入ってこへんかったし、ダナーとかも入ってこなかったんですよ。で僕はてっきり入ってくるもんやと思ってね、これ結構味出てきてるでしょ、汚い感じで味出てきてるんやけど、まあキャンプの時とかしか履かないんでね、あんまそんな普段から履かないですけど、この辺り入ってくるかなと思ったら意外や意外あんま入ってこなかったですけど、この辺が靴になっておりました。でもうパンツとかキャップに関してはもうほぼほぼ超えない、むしろ教えてよ、もう僕教えてほしいんですよっていうことなんで、もしパンツとかキャップでいいのがあれば教えてください。でそれ以外にもね、お声あったのが、まあ、小物ジャケットっていうね、このマーモットの、ゴアテックスもあったりとか、まあ、これ懐かしいですね、レイジっていうノースですか、2019年に出たモデルなんですけど、この辺もあって、他のパタゴニアとかはもう一件もなかったし、モンベルも一件か二件あったかなぐらいなんで、まあ、基本的にはやっぱ僕の主張さないからアークテリクスかノースですか多かったんですけども、一応このような結果になっておりましたと。なので見ていただいて分かると思うんですけども、ジャケットに関してはマウンテンパーカーとかそういう系がやっぱ強いんですよね。でダウンのゴアテックスはあんまり入ってなかったんですよ。ただね、これからゴアテックスも結構出てくると思います。いろんなアイテムのゴアテックスがどんどん毎年増えてきてるので、またね、あの来年もしたいなということで、本日はですね、皆さんのおすすめのゴアテックスのアイテムをご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。